はい、お疲れ様です。もう一回ね、街頭演説をしてみようかなと思います。今は、8時5分ぐらいです。まあ15分ぐらい話をして、今日は帰りましょうか。また夕方ね、家の近所でやろうと思ってますし、まあ昨日のね動画もエラーしちゃってますから、もう一回ちょっとやらないといけないかなと。まあ、あとは塾のバイトがあるのと、まあ、学校法人とかね、子ども関係の、連絡も、まあ、あとイノベーションと人材育成と、まあ、この4つはね、まあ、自分の考えている政策なので、まあ、それについて話をしていこうかなと思います。じゃあ始めましょうか。こちらは杉本修一講演会です。今日も無所属でありますが、政治活動と、あとはソーシャルメディアの、YouTube チャンネルの方も、両方ね続けていこうかなと思っています。まあ、なかなかスマホだけだと、その長時間動画を撮ってもかなり短くカットしないとね、エラーしてしまいますので、まあ、なるべく今日中にね動画の方もアップしていこうかなと思います。まあ、2019年の、統一地方選挙で落選をした後に、やっとソーシャルメディアを、ね、始めることができたので、もう本当は選挙前から、ね、始めておくべきだったなと後悔していますが、まあ、これからということだったんですが、ただ勤務を、開始して1ヶ月ぐらいでね、います。まあ、教員免許も年を取ってね、苦労して取ったので、まあ、前坂中学校は非常に、楽しい、職場だったと思います。まあ、コロナショック前 で男子卓球部の顧問をしていたので、まあ、休みも、ね、一日もありませんでしたが、まあ、やりたい仕事というのは、ね、別に休みもいらないぐらいこうテンション上がっていますから、まあ、契約が、ね、切られてしまったというのは非常に残念だったんですが、仕組みですから、まあ、時代に合わないし、民間の人たちにも、ね、関係がありませんから、まあ、規制も撤廃緩和して、もっと自由にこう挑戦できるような仕組みに、ね、改革を、ね、していきたいかなと思います。で、3つ目としては確か、イノベーションを、ね、起こすことかなと思いますので、まあ、イノベーションが起こらないときは、イノベーションが起こった方が新しい産業も生まれて、新しい雇用も生まれて、まあ、おそらく我々の生活もね、大きい影響を受けると思いますので、まあ、イノベーションはもうちょっと起こっていけるような受け皿をね、作っていきたいかなと思います。で、4つ目はやはり教育に関する、ね、人材育成かなと、まあ、そういった人材を育てておかないと、若い人たちもいろんなその優秀な、ね、才能とか能力がありますので、まあ、子どもの個性を潰さないような、ね、教育をこう目指していきたいかなと思います。まあ、教育に関しては、まあ、記憶を、ね、することも記憶する能力も重要ですが、まあ、自分の頭で考える能力、訓練もね、大事かなと思います。まあ、小学校、中学校、高等学校でも、こう自分の頭で考える、かなり不公平な、法律が作られていますから、まあ、そこら辺もね、ちゃんと、子どもたちにもね、教育をしていきたいかなと思います。まあ、特に個人所得税は、まあ、民間人の場合は減税は一切ありませんが、公務員だけね、減税があります。個人所得税に対して控除があるみたいですから、おそらく数十万から数百万の個人所得税を公務員は払っていませんのでね、まあ、ここら辺は大きな問題だと思います。まあ、ということで、前例にとらわれないということは非常に重要ですし、その自分の、ポリシーをコロコロ曲げるのもね、大きな問題だと思いますが、ただ柔軟な対応も求められてくるのかなと思います。
代も変化が激しい時代ですから、まあ、その時代時代によって、変わってくると思います。変えていけたらいいかなと思います。まあ、新しい産業とかイノベーションが必要だと思いますから、まあ、アメリカのシリコンバレーとか、中国の深圳とか、あとは UAE のドバイとかね、エミレーツから、規制の緩和と、で3つ目としてはイノベーションが起こるように、受け皿を、ね、作っていくこと、で最後に教育の、ね、改革と、まあ、人材育成をこうレベルアップしていくことで、日本人の、ね、生産性も子どもの個性を潰さない教育を目指して、2023年の統一地方選挙に向けて頑張っていこうかなと思います。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。じゃん。はい、じゃあ今日はね、これで終わりたいと思います。まあ、まだ朝ですけども、お疲れ様でした。オーライガイス、サンキューフォーワッチング、スマッシュライトボタンです、サブスクライブ、ステイチューン、シーユーゼア、ヤラ、ヨロ、バイ。